皆さんこんにちは。現在強制わいせつ致傷で書類送検となっている山川穂高選手、 WBC で侍ジャパンの一員として世界を制した一人でもありましたし、子煩悩な笑顔が可愛い愛妻家としても知名度があり、球界で一番コンプライアンスに厳しくファミリー層が多いと言われる西武ライオンズでもそういった広告塔として幅広い層に愛されていました。しかし今回の一件で退団はほぼ確定と言われています。そこには絶対に示談を受け入れないある事情があるそうです。さらに国内で山川穂高選手を引き取る球団も現状ないとまで噂されています。そこで今回は山川穂高選手のガシマンすぎて強制わいせつ致傷となってしまった説と国外追放説を徹底調査しましたのでご紹介します。まずは現在起きている出来事をおさらいします。5月23日に警視庁が書類送検したことが分かりました。捜査関係者によると山川選手は2022年11月東京港区のホテルで知人女性に対してわいせつな行為をした強制性交等の疑いが持たれており、知人女性が被害届を提出したことを受け、警視庁は女性と山川選手の両者から任意で事情を聞くなど慎重に捜査、そして23日書類送検に踏み切ったということです。ちなみに当初の報道では強制わいせつ致傷の容疑でしたが、送検罪名は強制性交等罪となっています。単なるわいせつではなく性交等に及んで既遂に達したものの、致傷については因果関係に疑義があるなどとして落とされたのかもしれませんね。さてこの書類送検、勘違いされがちですが逮捕ではなく警察が捜査した資料をそのまま検察に送るだけの内容、そこから検察が被害者と加害者に聞き取りと意思を確認し起訴されるか否かが決まります。なので不起訴になり示談が成立した場合は山川選手に球団が処分を下すことはないと言われていました。ただもし起訴された場合山川選手はどうなるのでしょうか。まず今後起こるであろう流れだけ先に紹介します。書類送検された人は検察の判断で起訴されるか不起訴となるか決定されます。不起訴の場合はそのまま事件処理が行われ終了、特に前科もつきません。ですが起訴されれば次は刑事裁判になるため、そこで有罪か無罪かが決まることとなります。この時前科もついてしまいます。この起訴されるか否かの段階で被害者が示談に応じればそのまま不起訴になって事件は終わるのですが、今回の被害者の方は示談に応じる気がないといった報道もありますし、そもそも山川選手は今回の事件を否定しているため被害者が示談に応じる理由もなく可能性は極めて低いです。なので書類送検することになったと思います。さてこの書類送検後がポイントで、不起訴となった場合は事件性がない、罪に問われないといった意味と同意義なため、山川選手は特に処分を受けることなく復帰することができるはずでした。しかしここで待ったをかけているのが西武ライオンズのスポンサーをしているベルーナです。同社は女性用の商品にも力を入れている企業、山川選手のような事案は最も毛嫌いされることは言うまでもありません。そもそも球団にはベルーナに頭が上がらない事情があります。2017年から2022年2月末まで契約していたメットライフがドームの命名権を更新しなかったため、球団は新たな企業探しに奔走。2015年から球団とオフィシャルスポンサー契約を締結しているベルーナに頭を下げて2027年2月末までの命名権を購入してもらった経緯があります。つまり絶対に怒らせてはいけない大スポンサーなのです。山川穂高を取るのか、それともスポンサーを取るのか、どちらが球団にとってメリットがあるか明白かと思われます。なので不起訴になっても起訴されてもどちらにしろ球団追放は免れないと言われています。そもそもこの騒動をここまで大きくしてしまったのは山川穂高選手の強制した覚えがないという発言が燃料となってしまった背景もあります。球団側が粛々と大人の対応をし、弁護士からもあれだけベラベラ喋るなと言われていたにもかかわらず、強制はしてない、合意だったというようなことを週刊誌に話してしまったわけです。さらには笑い話で終わらせようとしている点や、嫁には許してもらったというような話までしているわけです。この時点でまず反省していないというのが世間に浸透してしまったことと、被害女性も示談を選択しなくなってしまった要因とも言われています。普通に無言を貫き、すべて球団や弁護士に任せ反省の色を最初から見せていたら、ここまでのイメージダウンも炎上もなかったように思います。
山川穂高選手は完全に墓穴を深く掘ってしまったということでしょう。対談となってしまった場合、山川穂高選手はどうなってしまうのでしょうか。一般的にはトレードや他球団移籍というのがベーシックな流れですが、他球団もここまで騒がれている選手で、年齢も30歳を超えた選手を獲得することに難色を示している球団が多いのが実情。あの悪童を戦力として揃える巨人ですら躊躇していると言われています。というのも、今まで巨人が戦力としてきた悪童たちはチーム内での暴力行為や素行不良など法は犯していません。あのケツ穴確定で名を馳せた坂本隼人ですら示談が成立している話が流出しただけで、今回のケースとしては似て非なるところです。 NPB 球団が獲得に難色を示すとしたら、順当にいけば地方に存在する独立リーグです。しかし年俸のこともありますし、国内にいながら延々とことあるごとに今回の一件を持ち出される状況であれば、国内での契約も本人的には難しいかもしれません。そこで浮上しているのが海外移籍です。海外移籍といっても MLB などのメジャーリーグやマイナーリーグなどではなく、韓国、台湾などのアジア、もしくはヨーロッパなどの野球発展途上国の可能性があります。まず年齢的な部分と、山川穂高以上に打撃力がある選手などあふれるほどいるメジャーリーグで、出場はもちろん獲得に動く球団は少ないかと思います。そうなってくると喉から手が出るほど欲しいのが韓国リーグでしょう。 WBC でも目立ったように、現在韓国リーグはかつての黄金期を抜け低迷の一途をたどっています。現役でバリバリ活躍できる選手なのであれば、手が出るほど欲しいことは間違いないです。また WBC で侍ジャパンであったネームバリューもありますので、イタリア、スペイン、ドイツ、チェコなどヨーロッパ圏での野球発展途上国もその一流の技術が欲しい、指導してほしいと思う国も少なくないかと思います。国外に行けば家族への危害もなくなり、完全なる新天地で野球人として一からやり直すのが最もこの騒動を丸く収め、山川選手が野球をやめずに済む方法だと言われています。実際にドイツなどでは日本人監督兼野手として活躍する片山和佐さんなどが存在します。つまり山川国外追放説はメリットも多く含んでおり、全くのデタラメ話ではないのです。しかしなぜ山川穂高選手はあの時強制ではないと話をしてしまったのか、そこには本当に強制ではなく、ただただシンプルに山川穂高選手の前技が激しかったのではないかという点が噂されています。山川が妻子持ちにもかかわらず女性関係にだらしなかったことは間違いない。他にも関係を持った人は一人や二人じゃない。ただ実際に関係があった女性の一人は、山川のことを絶対に無理やりやってくる人じゃないと言っていると話すのは、山川と酒の席で何度も同席したことのある知人からです。つまり山川穂高選手自身も無理を押して女性を襲うような、そのような度胸もなく慎重にことを済ませるタイプであるということでした。これを裏付けるのは意外と小心者でデリケートな一面でした。今でこそ西武ライオンズの主砲として君臨する選手ではありますが、自分自身に自信がない、入団当初はプロのレベルの高さにやっていけるか不安だった、すごい選手と戦えるかわからないなど、大柄な体からは想像できないほどのチキンハートの持ち主。 WBC で大谷翔平選手と同チームになった時など、野球をやめたくなった、あんなのには勝てないといった発言もしており、常にコンプレックスを持つ選手でもありました。周囲が無理やりするような人ではない、そう話すのも想像できるような人物なのです。警察が以前は強姦罪の罪名だった強制性交で、検察に対して起訴を求める厳重処分ではなく相当処分の意見をつけるのは珍しく、合意の有無を判別するだけの証拠が揃わなかったからと見られています。当初は強制わいせつ致傷罪だった容疑が強制性交に変更されていることに、山川は当然力が強いし、関係を持った女性は前戯がめちゃくちゃ激しいと言っていました。爪を切ってなくて女性の体を傷つけてしまったのかもしれないと知人は続けて語っており、シンプルにガシマンだった可能性が浮上しています。ここで山川穂高選手の身体能力をおさらいしておくと、あの巨漢からは考えられないかと思いますが、試合前の練習時間によく球場で倒立をしている姿が見られます。体重があるのに軽い身のこなしで驚異的な身体能力であることがわかりますが、両腕だけで全身の体重を支えることから、
特に肩から腕にかけての筋肉が常人をはるかに凌駕しており、壁なしで倒立して静止するには体幹も必要です。あの巨漢を支える全身の筋肉はまさにトップアスリートそのもの。またその前技に使われた手はリンゴを握りつぶす握力を秘めており、酔った勢いで山川穂高選手のナイトプレーを受けた女性が自分の下半身にリンゴを握りつぶすゴツゴツの手が入り込んだとなれば相当な痛みを伴ったはずですので、1億円規模の示談を断ったとあって想像を絶する痛みを伴っていたのではないでしょうか。強制的にされたと女性側が訴えるのもこういった背景があると頷けるかと思います。どちらにせよ騒動の行く末によってまた世間の対応も変わってくるかと思います。これまで以上に山川穂高選手の騒動に注目していきたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。